やばい、マジでやばいです、これは。はい、皆さんこんにちは、ペンバシフォーマー K です。ちょっとね、今回とあるものがまた届いているんですけれども、あの、うちのチーム K さんのネムリアさん、ネムリアさんが 3D プリンターを持っていて、いろんなものをね、自分で作ることができるんですよね。あの、前にもスキルトイのナックルボーンっていうスキルトイを紹介した時に、ネムリアさんがその 3D プリンターを使ってそっくりのやつをね、作ってくれたりもして、はい、これですね。これがあの、普通に売ってるナックルボーンというアイテムなんですけど、これをコピーして眠り屋さんが作ったのがこっちです。これね、本当にすごいんですよ。完成度めちゃめちゃ高いんですよ。まあ、こんな感じでいろんなものをね、眠り屋さん作ることができるんですけど、今回はその技術を使ってあの超有名な改造ペンの軸を作ってきたみたいなんですよ。で、それがね、届いたんですけど、これね、見たんですけど、すごいよこれは。これはね、やばいですよ。はい、この中に入ってるんで、ちょっと今からお見せします。いきますよ。はい、いいですか皆さん、いきますよ。こちらです。ゴールデン KT 軸。これやばくない？これ、これすごくない？この輝き、めちゃめちゃかっこよくない？これ、すごーって感じで、本当にさ。いやね、事前に動画で見させてもらってはいたんですけど、こういうの送りますよっていう感じで、実際生で見るとね、やばい。これは輝き方がすごい。で、もちろんこれね、キャップも別個で生成されてるんで、こうやって取ることできます。で、軸は軸でできてるっていう感じですね。これマジすごくない？もう本当にさ、夢だったじゃないですか、やっぱり。完全に色とかを自分好みの色にコントロールして改造ペンを作るっていうのは、やっぱ誰でも憧れることだと思うんですけど、それをやってのけちゃうんですよね、これで。すごいよね、これ。普通には売られてない、全く新しい色まで作れちゃうっていう、これが実現しちゃったわけですよ。で、まあ、これまだ軸だけなんで、今回はこのグリップとチップつけて完全体にしていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。アングルチェンジ。はい、ということで、いつものアングルでやっていきましょう。一応ね、知らない人もいると思うんで、こちらがドクター KT という改造ペンですね。さっきの金色の軸を最終的にこの形に仕上げていこうという感じになるんですけれども、必要なのがこのドクターグリップ、旧ドクターグリップのグリップを半分に切ったやつ。それからドクターグリップのチップ。今回は金色を用意しております。もうこの軸に合わせるなら金しかないでしょうということで、金色チップ用意してあります。さあ、それでは作っていきましょう。まあ、作り方はね、すごく簡単なんで、チップをドクターグリップに突っ込んで、これをキャップにくっつけると。はい、いかがでしょうか。完全金 KT 完成しました。やば、めっちゃかっこいいやん、これ。輝き方がやばいね、軸の。すごいわ、これは。ちょっと回してみたいんですけど、ちょっとね、聞いた話、結構脆いらしいんですよね。壊れやすいというものをね、聞いているので、ちょっと慎重に軽い技だけやっていきたいと思います。行きましょう。はい、こんな感じです。いや、ボディの輝きが本当にやばいね、何回も言うけど。すごいね、これ。いや、3D プリンターの技術やばいですね。で、そしてですね、なんと、まだあるんですよ。こちら。シルバー！素晴らしいでしょ、これ。シルバーっていうかね、ガンメタリックっぽい感じなのかな。いい色よね、これ。本当に。こういう色めっちゃ好き。本当に。メタリックってかっこいいよね、もうなんか。うん。もう心が少年だからメタリックっていうだけでもうね、うおーってなるんですよね、もう普通に。じゃあこっちも作ってみましょう。ちょっとなんかあんまうまくはまらない場合もあるっていうのを聞いてるので、ちょっとテープで調節していきましょうかね。はい。軸がこちらになります。かっこよ！いや、かっこよ！光り方がすごいね、本当に。なんか本当に金属みたい。でも全然金属らしい重さではないです。普通にあの樹脂っぽい重さしてる。で、こちら用のグリップとチップも用意してあります。はーい、完成しました。シルバー KT。かっこよ。やっぱガンメタっぽいね。シルバーより。ガンメタ KT だわ。めっちゃいいなー。
俺ね、ガンメタって本当に好きで、あのさ、パワーストーンでさ、ヘマタイトってあるのご存知ですか？すごい黒光りしてる石なんですけど、あれとかね、めっちゃ好きなんですよ。はい、まあどうでもいいですね。はい、めちゃくちゃいいじゃん、これ。ちょっとこれも回してみましょう。はい、こんな感じですね。光の当たり方でこう、キラーンってなるのが最高だね、これね。はい、金銀 KT こんな感じでございます。で、まあ白 KT がこういう感じと。でですね、あのちょっと前に、事前に送られてきてたやつでこんなのもあるんですよ。これまあ割とお試しで作ってみましたっていう感じで、送られてきたやつなんですけど、木っぽい質感の 3D プリンターを作る素材で作られてるらしいです。本当にね、触り心地も木みたいな感じ、ザラザラしてて削り出したみたいな感じの質感してます。で、これと前に木彫りの佐藤凛さんからいただいたこの木彫りの KT 軸、これ合わせたらめっちゃいいんじゃないかなって思って、これちょっとやってみましょう。はーい、どうすかこれ、めっちゃ良くない？これかっこよ、木 KT ちょっとこれも毒グリーチップつけてみたいな、あるかな。はい、なんか探したらすごいめっちゃ合いそうな艶消し加工の金属グリチップが出てきたんで、これちょっとつけてみましょう。はい、こんな感じになりました。激渋めちゃいいね、これも素晴らしいわ。この二つの職人技術が合わさった感じがして素晴らしい感じになりましたね。じゃあこれもちょっと回してみましょう。はい、こんな感じですね。机の質感にすごいマッチしてるね。素晴らしいわ、これ。いや、なんかいい色のチップがたまたまあってよかった。はい、まあこんな感じですよ。どうですか？これ。3D プリンターの可能性をすごい感じるよね。もうもはやさ、何でも作れるってことじゃん。だからもうこのコピー軸とかじゃなくても、まああの中国でスーパーチップス用のコネクターっていうのがオリジナルで作られてたりもしますけど、ああいう感じで本当になんかそれ専用のペン改造用のパーツっていうのもどんどん作れそうな気がしますよね。いやでも普通にあるやつのこういう色違い、絶対他にないようなメタリックカラーとかが作れるっていうのはめっちゃ熱いと思う、個人的に。いやーめっちゃかっこいいなこれ。ちょっとじっくり見ていきましょうかね、じゃあね。はい、まあアップにするとこんな感じですね。やっぱり若干こういうね線とかは入っちゃうみたいなんですけど、もう本当に形そのまんまですよね。まあ、これが普通に売られてるキャップと軸ですけど、もう本当にそっくりそのまま作りましたっていう感じですね。でちなみにこの突起あるじゃないですか。これもちゃんとあのトンカチで叩けば筒にできるらしいですよ。まあでも筒にするんなら最初から筒で出力しちゃえばいいわけだから、まあ別にそこをやる必要はもうないのかなっていう感じはしますけどね。まあ軸はこんな感じですね。ちょっとここテープで巻いちゃってますけど。でこっちはなんか出力するときのなんかそのプリンターの機能上できちゃったよくわからないなんか突起みたいなのができちゃってますね。うんこみたいになったって本人は言ってましたけど、もう本当になんか変な形に仕上げちゃってますけど、まあでもくっつけて見えなくなっちゃえば全然ね何も気にならないとこなんで、ここはね。でね、実はもう一本軸が入ってまして、はい、この軸なんですよね。まあ、こんな感じでだいぶこう光り方が違うのがわかるかなと思います。これあの 3D プリンターの書き出しの仕方の問題らしくて、 3D プリンターってそもそもあのなんて言うんだろう、フィラメント、3D ペンとか見たことないですかね、こう空間に書いていくやつ、ああいう感じのやつを積み重ねていって形を作っていくらしいんですよね。でこっちの軸はそれをこういう感じで、まあ、こっから見たら縦にこう繊維が並んでるような感じで書き出されてるらしいんですよ。でこっちは横、こういう形でこうやって書き出されていってるらしいんですよね。だからその繊維の向きが違うからこういう光り方の差が生まれるらしいです。で実際強度はこっちのがあるらしいんですけど、こんな感じで、はい、接地面がねちょっとすごいなんかブワーってなっちゃうみたいですここを解消するためにこのこういう方向で書き出したのがこっちみたいです。こっちの方が確かに軸の均一性があってすごいなんかより製品感ありますよね。触った感じだとでもこっちの方がちょっと滑らかなんで、触り心地はこっちの方がいいかな。
こっちはね、若干やっぱりこうフィラメントの繊維の細かい段差がちょっと感じられちゃう。若干こうザラザラしているような感じがしますね。いや、これどっちもいいんだよね。光り方のこの違いなだけであって、どっちも良さがある。ただまあキャップは構造上どうしてもこういう方向の書き出し方になるみたいで、これをちょっと合わせちゃうと若干こうね、違和感が生まれたりはしますよね。これはこれでかっこいいけどね。なんか合わせ方次第な気はする。ちなみに銀色の方もこんな感じですね。まあこれもさっき言ったようにこういう方向でフィラメントが重なってるらしいんで、この向きの力に対しては結構弱いみたいです。実際ね、前もらったこの木の方のやつは若干割れちゃってるんですよね、実は。はい、こんな感じで割れちゃうんです、これまさかこの撮影の時にここまでパカッといくとは思わなかった。ちょっとこれ、あー悲しい。まあこんな感じで割れちゃうっていうこともあるみたいです。やっぱりこっちの木のやつよりこっちの樹脂っぽい感じのフィラメントの方が強いんですかね、強度は。一応ね、中身は詰まってなくて空洞らしいです。中空になってるらしいです。ボディだけで 13.2g で、製品の本家の方が 6g。 あ、結構違うね。結構重みがありますね、そう考えると。あ、ほんとだ、全然両方持ってみると結構違ったわ。結構重みありますね、ずしっとしてる。まあここ塞がってますけど、 3D プリンターならね、ここを空洞にして、成形することもできるんで、中は空洞になってるらしいですね。はい、ということで眠り屋さん作のメタリック KT でした。はい、いかがだったでしょうか、金銀 KT。 いやもう本当にさ、もうだって万物の創造じゃん。もう頭の中にあるこういうのできたらいいながほとんど実現できちゃうわけですよ、これで。めちゃくちゃ夢あると思いません、これ。まあちょっとね、まだ強度の問題とかっていうのはあるとは思うんですけど、そういうところを全部クリアできれば、もう本当にペン回し専用のアイテム、もう本当にコピー品とかじゃなくて、それだけのための製品を作ることができるわけじゃないですか。そしたらもっと改造の自由度もガッと広がると思うし、ペン回し界の発展にも確実につながるはずなんですよね。いや、そういうの考えるとやっぱりね、これはめちゃくちゃ夢があると思います。はい、まあそんな感じで、もう本当にね、立体物何でも作れるみたいなんで、僕もね、なんかこういうの欲しいっていうのはあったら、もう眠り屋さんにすぐ頼んで作ってもらうようにしたいと思います。前の三つ股バスターみたいなさ、ああいう特殊なコネクターとかも作れば、よりこう可能性を広げることができるわけじゃないですか。まあ、そういうのもね、どんどんやっていきたいですよね。はい、まあそんな感じで、眠り屋さんの 3D プリンターの技術に今後もご期待ください。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。